かな。じゃあ、あの、翔吾くん。水臭いっす。なんで知らせてくれなかったんすか。俺だって手伝うっすよ。いや、遠慮してたわけじゃない。そんなに俺って頼りないっすか。保健所とかはもう行った？保健所？お前は向かってるね。それから動物病院とかペットショップは？動物の情報が集まりやすいところを考えてみ。子供とかに聞いてみるのも効果的だと俺は思うけど。なるほど。保健所に保護されていないなら安心だよ。元気だってことさ。ああ、でも飯はどうしてるのかな。じいちゃん、母ちゃん、対応にも協力してもらうっす。魚力のお客さんにも聞いてみるっす。商店街の人たち全員にも話しておくっす。ああ、マグロも頼んだぞ。翔吾くんも声が低いよ。剣、まだ見つかってないんだね。ううん、別にこれといって。え、ううん、違うよ。翔吾くん、あのね、
あのね、剣見つかるよね。そうだね、見つかるよね。そうだよね、きっと見つかる。ありがとう、翔吾くん、私を慰めてくれてるんだね。私にそんな資格があるかな。おやすみ。どこに行っちまったんだろう。それって例えばどこっすか？店長、何かないっすかね。今頃、どこかで楽しく暮らしてるんじゃない？座敷犬にされて、大層可愛がられてたりして。名前もカトリーヌとかジョセファンになってるからね。店長、冷たいっす。犬というのは、受けた恩を絶対に忘れない動物っす。ワンコだって、新先輩と一緒に暮らす方が幸せに違いないっすよ。可愛いおべべとか着せられて、洒落たペットショップで美人のトリマーに手をかけてもらってるかもよ。ああ、幸せそうだね。一通りチェックしたんだよね。うん、くまなく。子供は？子供の方が大人よりずっとその手のことは情報通だよ。そうか、やるだけのことをやってダメなら。ダメなら諦めるしかないね。
なれない。そうか。なら。なら。帰って布団にくるまって眠る。しくしくと泣いてみる。さて、出るか、ショウゴ。心優しいアドバイスだよ。ショーゴ、いろいろとすまなかったな。いや、今日はいいよ。ああ、家に帰って布団にくるまってしくしくと泣きながら眠ることにするよ。冗談だよ冗談。お前がそんな顔するなよ。バイトだよ。いつまでもサボってたら飯が食えなくなる。俺は行くから。じゃな。どう、お化けみたいに言わないでよ。あ、ほら、あれにも出てる。思い出に変わる君。ああ、勝負は知ってるわけないか。誰か女の子の影響を受けてからそれで見るようになったんだ。嘘嘘。だってその時間帯って裏番組がタモルだよ。あ、ちょうど今晩10時だ。
思い出に変わる君を熱心に見るような女の子は絶対期待映画だと思うけどな。まあ、正午には関係ないことだよね。思い出に変わる君を熱心に見るような女の子は絶対期待映画だと思うけどな。ドラマかスーパーか選んでるとこ。うーん、これならどっちも叶っちゃう。思い出に変わる君。今日はとってもついてるよね。ううん、自転車とっても楽しかった。また自転車乗せてね。自転車を飛ばすともっといいね。